タデスミレはスミレかスミレ属の多年層。有形の種で、花系は立ち上がり、高さ20から40センチメートルになる。葉の基部がくさび状になり、そのまま傭兵に流れるのは、日本のスミレ属の中で本種のみで、その葉の様子が和名の由来となっている。地下形は短く、数本の茎が創生する。有形の種で、地上形は緑色で、 無も、円柱型でややジグザグに立ち上がり、高さ20から40センチメートルになる。根室用は、下記には存在しない。下部の形容は、輪片状になり、上部の形容は5個ほどが合成する。用心は、長さ7から10センチメートル、幅1.5から2センチメートル、肥身型から強卵形で、先端は、A 頭から A 突かしら、基部は、 くさび型となって、長さ1 5トル以下の傭兵に続く。葉の縁には、低い巨子がまばらにあり、表面は戦力色、裏面は単力色で、両面ともにほとんど無毛。卓葉は茎の両側に沿って立ち、皮心型で、長さ1.5から2トルになり、櫛の市場に裂け、先は鋭く尖る。夏は5から6月。 茎上部の溶液から細長い花柄が伸び、白色、または泡紫色の花をつける。花柄の途中には、強小な2個の小法用がある。花は、計1.5から2センチメートルで方向がある。花弁は、長さ12から13ミリメートル、長楕円形で先は尖り、新弁に紫色の細い錠があり、上弁は立ち上がり、側弁の基部は普通毛が生えるが、 稀に無毛。新弁の巨は短く、長さは4から6ミリメートルになり、背面に方向線のような線がある。学編は強皮神型で、先は、ええと、頭になる。湯髄はここあり、下中は筒型になり、下中上部は先端方向に膨らみ、中東は前方に突き出る。中東に突起毛はない。果実は、卵休憩の果てで、三両がある。 染色体数は 2n イコール20。日本では長野県にのみ分布し、産地の落葉紅葉樹林の林園に生育する。松本市と上田市に分布するとされていたが、上田市のものは絶滅した可能性が高いという。松本市では産地の落葉紅葉樹林下のほか、やや湿ったカラマ松植林か道路の利面、歩道等に生育する。近年では、 自生地で増加している日本自家による食害による影響があるという。日本以外では朝鮮半島中部に隔離分布する。和名のタデスミレはタデスミレの胃で葉がタデの葉に似ていることによる。牧野富太郎による命名である。種商名ティボーデューアリーは最終化チボージェノの意味。絶滅危具 IB 類2020年2月には絶滅の恐れのある。 野生動植物の種の保存に関する法律による国内気象野生動植物種に指定された。環境大臣の許可を受けて学術研究等の目的で採取等をしようとする場合以外は採取、損傷等は禁止されている。合わせて商業的に個体の繁殖をさせることができる特定第一種国内気象野生動植物種に指定された。長野県においては 2004年2月に長野県気象野生動植物保護条例の規定に基づく特別指定気象野生動植物に指定され県知事の許可なくして採取、損傷等は禁止されている。また、同条例の規定に基づきタデスミで保護回復事業計画が策定されている。ありがとうございます。